ダプチャプタプタプタ。どうも、はじまきよしろうです。いや、 PDR さんの動画1万円使ってみたって動画、あ、変な店でっていうので最終的にホームレスにお金あげてたんですけど、まあそれでなんか、まあ偽善しろってコメントしてもいいですけどみたいなこと言ってて、偽善ってなんだろうなって思って、いいことしてる時点で偽善じゃないんですよね。誰だろうね、偽善って言葉作ったの。そういうことなん、心が重要じゃないと思うんだけどな、やっぱり。偽善ってなんだろうね、マジムカつくよな。なんか偽善って言葉作ったやつちょっと説教しようかな、マジで。偽善っていうね、偽の善って言葉を作ったやつ誰だろうね。そんな人いんのかな。じゃあ偽の偽善、偽の偽善すごいな、二重になっちゃった、かぶさっちまったよ。どうしようかな。偽善ってなんだろうね。いや、そのこれは偽善だろってなんだろう。ないかな、これは偽善だろっていうのなくないか。あの好感度のために募金したってさ、それを言いふらしたら確かにちょっとかっこよくないかもしれないけど、でも影響力のある人が募金しましたって言ったら私もやろってなるから、めちゃくちゃいいことなんだよね。どっちかっつうと偽善じゃないんだよ、それは善なんだよね。だって自分の影響力を、じゃあ皆さん募金してくださいって言ってやったら、あ、やろうってなるじゃん。で、俺も募金しなきゃな。なんかでもなんか俺は募金でね、なんかもう嫌なのがあるんですよ。なんかすごいマージン取ってくるやつらいるじゃん、アグネスちゃんとかさ。いや、儲かりすぎじゃないかって、怖いくらい儲かってんで、どれくらいマージンが取られてるんだろうっていうのにはなりますよね。だからヤフー募金とかは多分そんなにマージンはめちゃくちゃ取られてるわけじゃないと思うんですよ、全額っていうかね。常日頃から募金したいけど、ラファエルさんも募金してるらしいしね。やっぱいいことしたらね、巡りがいいと思うから。俺もなんか募金100円でもいいからしようかな。なんか毎月100円募金しようかな。どこにしようかな。毎月100円、ラファエルさんも募金してるらしいんですよね。なんか毎月100円募金始めてみようかな。I won't get no ドゥルルサボンズワーデンゲパムメネネドサネノナメノネノネノネノエノナサノノオンゴランズネノノン。ヘイヘイヘイ。だから物買うときもなんかあれだよね、いいよね、 iPhone のレッドで、あれレッドいいよね。物買ってるし募金されるしってすごいいいやつだよね。募金ってなんかやっぱお金あり余ってないと俺多分できないし、だから毎月100円はいいかもな、お小遣いで毎月100円いいね。うん、いいな。なんかいいことしたくなるときあるじゃん、人って。だからいいことしてもいいと思うんですね、ホームレスにお金あげたって。それをなんか、だから偽善って言ってるお前は無だからなって話なんですよ。おお、偽善者だって言ってるお前は何もしてない無なんだよ、お前は。無ではない、善。だから偽善なんて存在してないんだよな。そうやって叩いてるやつが真の偽善なんだと思うな。何もしないで叩いてるだけのやつが真の偽善なんでしょう。偽善でもないの、そいつら。無ってあんま言いたくないけど、なんだろうな、そいつらのことなんて言うのかな、俺は。まあ、ゴミだな。ゴミってなんかな。まあ、クソ。クソ。クズ、うん、まあそのね、なんか最近でもね、これは動画見てる人は分かんないと思うんですけど、串コスポテトっていうツイッターがいるんですよ、ネタツイッターが。その人がなんかリンガーハットでね、料金は前払いになりますっていうののやつで、なんかそれをね、料金は門前払いでお願いしますっていう、そのなんだろうな、まあツイートしたんです、画像で。そしたらそこそこバズって、8000いいねで4000リツイートくらいいって、でまあ4000リツイートいってるやつは全員がこれこれでしょみたいなこと言って、でまたね、嘘叩
楽しめるやつはいなくなってるなみたいな画像貼るやつがいて、もうすごい地獄絵図だったんですけど、俺はなんなら全員ブロックしてやろうかなって思ったんです。いや、その俺の娯楽っていうかね、そいつらをブロックして、なんか俺のツイートを見てほしくないようにしようかなとか思ったんですけど、よくよく見たら4000人もいるじゃねえかよ。4000人もそんなクソみたいなやつら多いのかって思ったら、なんかね、4000人もいるのかって思っちゃって諦めました、普通に。まあ、リプライ飛ばしてるやつはもれなく全ブロックしましたけど、引用リツイートがとんでもなく多いんですよね。気持ち悪いね、ツイッターってね。引用リツイート。一番キモいな。引用リツイートしてるやつが一番キモいんだろうな。みんなには見られないけど、言いたいことは言えるし、その作った人には伝わるっていう最悪の構図。うん。怖いね。怖いよ。そんな怖いことってあるんだ、ツイッター。引用リツイートするやつ全員ね、地雷だと思うんで。うん。いや、引用リツイートに種類はありますよ。うん。でも、その、引用リツイートばっかしてるやつなんて、地雷っていうかな、爆発の塊みたいなもんだよね。目に見えてやべえじゃんっていうやつらなんでね。そういう奴らにはかからないで、それがなんか偽計業務妨害だろって言ってる人がいたけど、いや、門前払いって言ったから偽計業務妨害じゃなくねってなって、え、いや、門前、前払いじゃなくて門前払いだよって、なんか、まあ確かにそのツイートがめちゃくちゃ面白いかって言われたら、めちゃくちゃ面白くないと思うんですけど、でも面白いツイートだとは思うんですよ。門前払いっていう、払いをかけてやってるっていうのでね、いいと思うんですけど、なんかすごい言われてて、なんかね、で、厳しいリンガーハットみたいに言っちゃったんだけど、でもそれがなんか、なんだっけな、クシコスポテト、クシココススポテト、クシシココススポ、クシコオスポテト、クシコスポテト、クシコスポテト、どやどや、うーん、ブーン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 、あ、ネタツイ削除してなくない？ネタツイ削除してなくない？怖いな、削除してない。I want the non satisfaction alone。 あ、全員ブロックしようか。あ、一番キモい顔文字使ってるやつがいた。あ、こいつクソだったのか。すごい、それでパギを変革活用って人がね、客を完全拒否する厳しいリンガーハット、客死ね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 となっております。いいね、全然消してないのが面白い。客を完全拒否する厳しいリンガーハット、やばすぎるリンガーハットだったらまだネタツイになったんじゃないかって誰が言って、確かになんかやばすぎるって言葉使うんですよね。なんか厳しいリンガーハットだと、うんね、やばすぎるリンガーハット、でもそんななんかね、やばいよな。でも俺だってそんなユーモアないと思うからさ、真面目なんで、俺真面目ちゃんなんでユーモアあんまない方だと思うんですよ。でもなんか今回のはね、なんかね、たまに、いやこれネタツイなのになんかみたいに言ってるやつよりは断然面白いから、そういうやつら嫌いなんだよな、ネタツイもどきみたいに。で、なんか誰かさんがネタツイが受けなかった時の私っていう画像をやって、うん、わかんなくていいよ。
お前には分かっても欲しくないって言うけど、そんな面白いネタついてる人じゃなかったから。そんな面白いネタついて、なんかもう、ガチのキチガイネタついぜっていうのがいるんですよね。なんか、嫌だよな。俺はなんかその、ネタついとか言ってるなんかつまんないおばさんとかがいるんですけどね。あれは嫌だな。俺、なんか全員ミュートしたもん。つまんないから。だから面白さにもランクがあるわけで。最近はなんかね、俺、バズツイート、全部バズツイートしたやつ全員ミュートしてますから。さすがにブロックはしませんけど、まあ、今回で言ったやつ全ブロックしましたけど、まあ、そんなやつに俺のツイート見てほしくないんで。まあ、どうせ、まあ、その無数にいるんですけど、そんなやつらは。っていう話、なんかその偽善の話からね、クシコスポテトさんの話になって。最近あれだったんですよね、なんか、盗撮画像をなんか勝手に作ってる、なんかね、女子高生を装ってるのか知らんけど、なんかおじさん、目の前の知らないおじさんのこう座ってる、ここ、まあ足ですよ、これ。足こうね、足こう、足のここね、ここかかと、ここかかと、ここかかとのここの部分にカメラがある。そういうのバレてないと思ってるのかなってツイートもあれ加工らしいんで、そういうのでみんなが敏感になってた時期なんじゃないかなと思いましたけど、でもリプライ送る人全員なんか気持ち悪かったけど、全員ブロックしてもいいんだけどな、あんま面白くないし、面白い人一人もいなかったけどな。それなんか俺は面白さ至上主義っていうね、最悪な考え方を持ってて、世界でもね、最悪な考え方なんで、面白いやつはね、だから俺、スコってなんか引用リツイートしてる人見たけど、なんかちょっと嫌だなって思っちゃったんで。やばいですよね、なんかもう過激な思想を持ってるっていうか。俺自体がそこまで面白くないんですけど、とは思ってないんですけど、まあ俺は YouTube で3番目くらいに面白いんで、これから雑談をするときは、日本で3番目に面白い雑談ってやろうかな。まあ、2番目が水溜りボンド、1番目が加藤純一。もう加藤純一さんはね、YouTube やってるんで、あれはカウント入ります。日本でね、3番目に面白い雑談です。でも、東海オンエアと夕凪ってなんだ。夕闇さんも面白かったな。普通に面白いから結構前から見てるけど。だって、夕闇さんって一応俺がね、数ある中で動画を最後まで見たぜっていうのがいるんですよ。それは、ラファエルさんは、メグイン TV さん途中で残念させて、結構遡って見たって言ってもいいから、メグインさんでしょ？夕闇にいざないし、漆黒のエンジェルたちと、寿司ラーメンリクくらいな。この4人くらいしか俺、めちゃくちゃ動画遡って見てないんですよ。だから水溜りボンドはなんか、って思っちゃったんで、今の方が面白いなって思って。進化し続けてるんで、進化し続けてると困りますよね。その変わらない普遍性っていう、走り続ける普遍性っていうのは絶対に飽きないんだけど、昔の動画を見たところでんってなっちゃうからね。もうだから水溜りボンドはロックだと思う。ロックンローラーっていうか、ロックンロールなんですよ、あれは。ジャンルとしては。だから水溜りボンドのはもうロックなんですよ。走り続ける普遍性ってやつですね。変わらないもの、いいなって思うものが変わらない、流行とかに流されないのがアートだとしたら、ロックはって誰かが言ってたんですけど、まあ普遍性でも走り続ける普遍性、まあ、これは単純に俺の言葉じゃなくて、河本大翔さんが言ってた言葉で、俺の体は今ね、河本大翔さん50%、真島昌利さん50%で形成されてるんで、あとクロマニヨンズとハイローズで形成されてます。25%河本大翔さん、真島昌利さん25%、ザ・クロマニヨンズ25%、25%ザ・ハイローズってなってるんで、まあ、ちゃんとね、それ自分の言葉じゃないよというのはね、あたかも自分がこうひねり出して、俺の生きてきた中の言葉でぜーみたいな感じで言ってもね、でも俺はもう母親に理解を求めるのはやめたんですよ。だって母親だって一般人だし、まあ俺も一般人なんですけど、思ってないけど、狂人なんですよ。リア狂っていうかね、リア狂の意味わかんないですけど、狂ってる人なんですよ。まあ、気違いではあるんですけど、なんか賛同を得れないんで、まあ、賛同を得たいから言ってるわけじゃないんですけど、もう母親と話すのはやめようかなって思って、
話す人が母親しかいないんで、もう俺はこれから腐っていくと思いますけど、それでも親はね、もう俺の話聞いてくれなくなっちゃったんですよ。だからそれですごい悲しくて、もう話さないって言って静かなる意思を決めました。普通に話すときは話すけど、もう話しませんよ俺は、うん、やっぱりもう悲しいんでね。だから友達募集してますね。直接名指しはしませんけど、 YouTube 見て俺とね、おしゃべりしたいよ、差しで喋りたいよって人はね、Twitter なり何かでねお願いします。意思表示っていうか、全然 Twitter の DM なんて何してもいいんで、何してもいいわけねえだろ。まあその DM 全然してもらって構わないです。まあね、おしゃべりしましょう。出会い中ってわけじゃないです。単純にしゃべり相手が俺は欲しくて、俺をそういう変な、そういう変態として見られてもらっちゃ困るんですけど、言ってたおしゃべりしましょうと。ツイキャスもなんかコラボできないんですよ。コラボキャスができないんですよ。切れそうになった、あれマジで。腹立つ、めちゃくちゃ腹立ってきた。今よくよく考えた。なんでコラボキャスできないの？こえあーんのうえくさ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 。あー今日はね、あれですよ、マックのダブダブチが昼から発売するんで食べまーす。ダブダブチ食べちゃったねー。はい、あざすあざす。全然ありがたがってないよ。かゆ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 、何しよこれ、なにしよっかな、俺なにしようかな、俺何しようかな、俺何しようかな。No satisfaction, no satisfaction. すごいな、顔が、あ、照明がなくて、はあ、照明がない、腰痛い。あー寒い、寒くなってきたな。暖房つけちゃうかな。うん、暖房つけちゃおう。暖房つけれるうちに暖房つけておこう。暖房のあったかさをね。暖房ってあったかいかな。あんまあったかくないんだよな、暖房つけたところ。でも床暖をね、床暖自慢してるわけじゃないよ。うん。床暖自慢してるわけじゃないから、それでなんか、うわ、ないの、お前床暖自慢してくんだとかなんか言ってきて、ブルブルブルってやっちゃうかな。うん。許さんぞ、ポー。本当のやばい人になっちゃうから、あまりこういうのは控えないといけない。もう足が見えてんだよ、腹立つな。足は見せるもんじゃねえんだよ、俺の汚え足は誰も見たくねえんだよ。みんなが求めてんのは雑談なんだよな。誰も求めてないっていうね。もうみんな俺の雑談を求めてくれ。俺の雑談で渇きを潤してくれよ。俺の雑談を待ち望んでくれよ。俺の雑談を心の底から楽しんで笑っておくれよ。腹の底から笑ってくれよ。俺の雑談で、俺の雑談で暇を持て余してくれよ。いや、暇つぶしてくれよ。暇つぶしすぎて時間全部つぶしちゃって、ああもうやべえってなってくれよ。なあ、お願いだよみんな。No satisfaction, no satisfaction, do do do. Woman, no man, they be doing it in the wind, 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 hey, 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 what's something wrong? I want got no, do do do.わがのうちうちあんだけ昨日ツイキャスでね、小林、あ、まあ、真中さんっていう視聴者がいて、その人に対してね、いや歌わねえから、俺は歌は歌わねえぞおいって言って、歌は歌わねえからなって
ていうか普通に小林まなかさんが俺の動画全然見てないことバレてんじゃん。俺結構動画で歌ってんだけどな。そこでつくのはさすがに雰囲気悪くなりそうだったんで言いませんけど、俺結構動画で歌ってるんですよ。バレちった。ファン一人、ファンって言うのはやめ、視聴者一人一人をなんか、の、なんだろうな、上げ足を取る行為ってなんかね、ネットでみんなが、あの、ひどい人たちがやってることと変わらないんですよね、俺が。あれれ、あれ、俺いつも動画で結構歌ってるのになんで歌うんですかとか言ってるのかな、あれ、あれ、俺の動画しっかり見てたら、わからんはずなんだけどなみたいな、そういう意地悪い人です、俺は。こういう人間にはなっちゃいけないんだよ。みんなが俺の上げ足を取るんじゃなくて、俺がみんなの上げ足を取るっていう、最低だな。まあやめとこう。まあね、小林まなかさん、俺の動画いっぱい見ればね、あの、怪獣のバラードとかあるんで、歌ってるんで、真面目に歌ってる時期もあるんで。だから歌リスト作れば、いや、めんどくせえから作んね。めんどくせえ。めんどくせえわ。歌なんてあんま俺聞いてほしくないもん、下手だから。下手っていうかね、すごい。歌ってるんですけど、あら、だからそれは小林まなかさんの知ってる曲歌ってほしいってやつだろ。それはちょっとな、あの、勝手が良すぎるっつうかよ。俺は自分が歌いてえなって思ったもんを歌ってるから、その、人からのリクエストを受けてなんか歌うってちょっと違うじゃないかなって。まあまあ、俗に言う丘の違いってやつ。すごい全力で笑かしに行ってみたけど、どうかな。いやーでも、キャラ入れて喋るの楽しいな。やっぱり。なんかよくわかんないけど、全力でなんかもう腕ぶん回して足も高く上げて、猛ダッシュしてる気分になるんだよね。やっぱ声を、なんかでかく、声を大きく喋ったりするってなんか、すごい頑張ってる感あるね。でも何一つ面白いことは言ってないけどね。残念ながら。ちょっと悲しくなっちゃうね。虚しくなるよね。モテたいかモテたくないかで言ったらね、俺はね、自分の好みじゃない女性にモテてもしょうがないじゃないですか。でもみんなモテるイコール自分の好みな女性にモテる、可愛い人にモテる、綺麗な人にモテる、巨乳にモテるっていうその考えのもとやってるけど、それは違うじゃん。めちゃくちゃな差別っていうかさ、モテるってもう全てにモテるってわけじゃん。だから俺好みの女性にだけモテたいなっていう、そのモテのいいとこ取り。だってあの女の子、綺麗な女の子だから大変なわけじゃん。俺みたいな勘違いしたわけじゃないけど、そういう男に毎日、いやそういうつもりでなんか喋ってたわけじゃないんだけどなーみたいな感じで日々生きていかなきゃいけないけど、あもう慣れましたって言ってね、あ慣れてるってみたいなこと言ってたけど、それに嫉妬してるおばさまたちがいてね、めちゃくちゃ面白かった前のツイッターで。いやーでも可愛い子っていいよな。なんであれ可愛い子っていいんだろうな。すごいよな、可愛い子って。なんであんなに俺に元気を与えてくれるんだろう。すご。いや、でもね、あ、それ、やべえ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 、そのね、水溜りボンドチャンネルメンバーシップ入って、それ関連のこと言おうとしちゃって、全然、あの、悪いことする人になっちゃう側になっちゃった。喋れるネタなら何でも喋っちゃうよって。あの、なんだろうな。でもこれくらい喋っていいかな。水溜りボンドチャンネルメンバーシップの特典がようやくね、配信されて、まあ、特典っていうかなんかね、フリーチャットでなんか出たんで、今入りたいなって思ってるのは今入った方がいいですよ。はい。やっと特典が出たって言い方悪いけど、もう入ってる人はもう9日くらい入ってて、俺は1週間入って、まだかな、水溜りボンドの特典もあるかなって思ってたんですけど、ようやく特典が出て、全然、やっぱ俺水溜りボンド大好きなんだなって思って、結構その、なんか最初はね、あんま、あ、これはいいので、でも長い文が出たんですよ。長い文が出て、俺スラスラ全部読めちゃったんですよ。寝起きで。寝起きであんまやる気ないのがスラスラ読めちゃって、俺って本当に水溜りボンド好きなんだなって思っちゃって、やっぱ水溜りボンドの狂信者、担当こと、はじま教授、担当、はじま教授、担当こと、はじま教授、ことでだって、ことで、ほんとにダメだよ。ダメだ、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 ダメだ。いや、俺は水溜りボンドの信者、狂信者なんで、あの水溜りボンドの悪口を俺の前で言わないでいただきたい。あの怖いんで俺は狂ってるんで、なんか普通の信者の前でも言わないだけでね、やっぱ悪口言われるとムカつくもんね。俺水溜りボンド大好きだからな、もうダダイダダイダイダイだよ。好きがなくなるくらいダイだもん、本当に。水溜りボンドのファンになっちゃうから、俺水溜りボンドとコラボできねえんだよな。
あと俺そんな水溜りボンドとコラボしてもあの動画に対する熱い思いっていうのはなくてさ、動画に対してもあんまこだわってなくて、まあチャンネル自体にこだわってるって、まああっちの方がこだわってるしすごいなって、こだわりとか持ってないから俺は、うん、ダメなんだよな。ダメってわけじゃないけど、編集とかしてたりね、まあしないね。なんで編集しないかって、単純に編集できないから、あの編集の機材を買ってないからなんで、あの買ったはいいものの、なんかねパソコンのスペック、家にあるスペックじゃ追いついてなくて、動画の編集できますかって言っても、クソクソ店員がや電気屋の今更起きおるけど、俺みたいな情弱につけ込む、なんかそういうやり方をして、ほんとキモいなあいつ、殴ろうかな反抗用語すな、ほんとに。いや今のはね、あの怒りを単純に表しただけであって反抗予告ではないってことをね、分かってもらえればいいなって思ってる所存です。まあね、本当に足元狙った商売やられましたね。やっぱ Mac 買わなきゃダメなんだな。編集するなら Mac 買わなきゃダメなんだな。でもな、編集するっていう YouTuber じゃなくなっちゃったんだね。でも編集できたらやっぱりそのこの部分を隠すことによってこの動画が長く続けられるっていう、やつなんで、やっぱ編集って結構重要なんだろうけどな。前もなんかね、もうバリバリに個人情報が載ってるのが画面にあって、泣く泣く雑談を消さなきゃならないことがあったんですけど、それって編集技術あったらなんか黒い何かで隠せばいいじゃん。雑でもいいからさ、黒いやつを永遠かぶせるだけでもいいし、だからちょっとね、まあやっぱりその俺の見た毛に合わないそのフルスペックマックとか欲しいけど、高いもの80万とかするし、意味わかんないよな。何80万ってびっくりする、驚かんみんな。 No satisfactionNo satisfaction, ルルル Avant garde, no, ルルル我班の座班ツペツペイニネノワノネノゼノワノノノネノネネ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 はい、ちょっとふざけてるから自分でも聞けるかな。あんまり歌うとね、自分はね拒絶反応起こすんですよ。もうね、こういうの話すとね、親がね、歌ってるとこ大嫌いなんですよ。いや、その、怪我すなよって。そんないい歌を、お前ごときが、歌うなよと。なあ。ね、車の中で歌っとけよって話なんで、なんで俺の目の前で歌うんだよって話。俺もたまに鼻歌しちゃうんですけど、でも、親より絶対頻度は少ないんで。だから俺はね、もう喋らないんですよ。もう親と喋んない。親と喋るのがストレスなんで。聞いてくれてないんで、まあ俺の話を聞いてくれるやつなんていないんですよ、この世に。少ないね。圧倒的に少ない。鬱陶しいんだもん、俺は。でも面白いんだよ。でも面白いんだよ。どうすんの？鬱陶しいけど面白いんだよ、俺は。そこ踏まえて、鬱陶しいっていうのもね、それも面白さのうちになると思う。なんで、みんな俺、そうだ。ツイキャスもコラボキャスさせねえし。ツイキャスに殴り込み行こう。殴り込みって。あれなんかやっぱラジオだからいけんのかな？カメラ使ったらいいんかな？なんでだろうな。どうやったらコラボキャスできない？コラボキャスの仕方ってやってもさ、コラボキャスを受ける側、受け手になっちゃうんですよ。受け手のやり方なんですよね。俺のその配信者がコラボキャスの仕方っていうのはね、あんまなくて。いや、そんなのみんな、当然できるでしょ？みたいな。ノリで言われてんの。困んな！めちゃくちゃ困るな。うんこまんつぬぬ、うんこまんつぬぬ、スーパーサー。うーん、風が吹いてる。そもそも風が吹いてる。うるる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 今の音で、あのライデンくん、めちゃくちゃうるさい目覚ましライデンが反響しました。
あーすごいな、雑談今日できねえわって思った後にその PDR さんのあの PDR さんにPDR さんのねあの動画でホームレスのなんか自転車買おうみたいな、ね、コメントしてもいいんでみたいな、なんかね、うん、偽善ってなんだっていうのでノリで動画始めようと思ったらめちゃくちゃ30分もできたけど、ああもう3年くらいやろうか YouTube。 YouTube はもう永遠続けますよ。俺は人気になるまで認められるまでやりますよ。俺が認められたらね、世の中のもの全てクソに見えるんで、ロックみたいなもんなんで俺は。それはそこまでは言い過ぎか。あ、この世のもの大体クソだったんだな、もう羽島京志郎だけありゃいいやってくらい俺面白いんで、気づいてないやつ多すぎんだよね。うん、見る目なさすぎ。うん、お前ら本当に、あ、見てる人は見る目あんなのか、見てる人、見続けてる人は見る目あるんだけど、見てないやつら本当見る目ねえんだな。うん、節穴にも程があるぞ。それくらいにしとけ、節穴レベルは。節穴度はな、うん、本当にみんな見る目がないね。そんなんでね、物語りやがってよ。俺を見てから全てを語れ、本当に。料理語る前に俺を見てから語れよね。すべての道は始まりに通ずるなんでね、いやその大変なことになるな、始まりに通じたら。あ、腰痛くなってきた。あー、ここ腰が痛いな。腰が痛いから散歩すりゃさ、運動の一つだ。あ、なんか足もやべえ、足もなんか死んでいってる感じがするいや、それが人生だ。死んでいってるのが人生なんだけどな。死んでいってるのか生きているのかのどっちかなんですよ。あなたは生きてるんですか、それとも死に向かっていってるんですか。死に向かっているというより死んでいってるのか、あなたは生きているのか、どっちなんだい。俺は生きていた方がいいと思うよ。いや、俺は生きているんだ。僕らはみんな生きている、でも大体のやつらは死んでいってるのと同義。いやでもマジでね、義務教育俺終えてないんで、マジでね、要素図にもならないんで、俺は最終学歴支給なんで、本当にもうやだな。一応まあ中卒ではあるんですけど、何もやってないけど一応ね、うん、一応中卒なんですけど、中卒ってやばいな普通に。うん、この面白さ一本でね、超億長者になりたいね。超億長者か、なんだっけ、億万長者、じゃあ超億長者になりたいね俺は。うん、いや月1500兆稼ぎて、うん、なあ、でも1500兆稼ぐためには努力しないんだよな。俺が面白くなる、自分の面白さという魅力を磨き続けて、なんかあれ、なんか1500兆稼いでるってなってほしい。手取り1500兆ね、税金全部省いて1500兆だから。うん、そんなことだったら本当に日本政府は潤いに潤うだろうな。うん、俺が多分4000億くらい稼いでるわけじゃん。4000兆だ、月4000兆稼いで、でも1500兆円くらい入って、もう一月でね日本の借金がね終わるっていう。どういうことって。まあ宇宙人と貿易し始めたらめっちゃ金稼げんじゃね、なんか知らんけどなんか宇宙人とやったら宇宙のものをやってさ、うわーってすごいなって、コーラが材料費なしでなんか作れてる、一回材料を入れただけで、そのコーラ1本分の材料で、15億本分のができちゃうよ。え、どうなってんのこれってなって、コーラが無料配布されるようになったりさ。うん。そういうスーパー宇宙人の技術でさ、めちゃくちゃ世界が潤って金稼ぎまくってさ。うん。技術、スーパー技術でね。そういうのあるかもな。でもやっぱこの世がね、できることっていうのはね、やっぱり貿易だったらやっぱ美味しいご飯じゃない、あったかいご飯とか作りたてなんだから、料理人の年収とかめちゃくちゃすごいことになりそうだよな。うん、料理人の年収はめっちゃすごいことになりそう。うん、料理人の年収すごいことになるよ絶対ね。あと工芸品の職人とかもさ、宇宙人がいっぱい欲しいよって、一個だけちょうだいって、一個だけでデータでいいからすごいよーって言って、ね、みんな欲しがるんだろうな。
まあそれは置いといてね。うん、腰痛いな。どうしようかな、今日何しようかな。飯食うことしか俺はやることねえんで、食欲は有り余ってんだよな。だから鬱じゃないんだよね。鬱の人って食欲ないらしいんでね。うん、俺は最近ね、飯食えなくなったんですよ。飯食えないっていうのは量が全く食えなくなったんでやばいよっていう話でね。まあ今日もね、なんかそんな食わないかな。今日も京都で口臭いよ。北の内氏たちに小走りさんが出てたけどね。普通に北の内氏たちいないバージョンっていう動画撮ってほしいな。北の内氏たちの尖った部分を見せてほしいな。尖ってるか、そんな尖ってる、尖ってる。でもパオパオチャンネルすごい進出だよね。カンタさんのそっくりさんから始まり、 YouTube チャンネルを始まることになったと。で今や100万人目前というか100万人いったっしゃ。でもやっぱ女って可愛いやつって強いよな。であずきさんは可愛い中でもそこそこ面白い部類を保ててる方だから、いやめちゃくちゃ上から目線ですけど俺はね、面白いんですよね。まあ見ませんけど。いやでも見るか、たまに見るのはありますね。出演拒否とかは見るかな。なんかなんとなく見るから。うっ。いやー、目かゆいよ。かゆい。あー痛い。呼吸するマシンに乗ろう。呼吸するマシンことです。すごいな。顔暗いな。めっちゃ顔濃い人になるな。顔濃いと意味ちゃうよ。ちゃうよ。ダダドダンダドダンダドンドンドンダダドダディドゥディディドゥディドゥンバブ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 ドゥ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 ボーントゥビマハ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 ラオ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 リリンダリャンディン。あ、パオパオチャンネルね。パオ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 クリア朝日。最悪だな。チャンネル登録者何言ってんの、何、まあおい、ダメだよ。音はダメだよ。バリオルルンル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 ルルルンルルルルンルルルルルンルルルルルルルンルルルルルルルンルルルルルルンルル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 ルンルル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 ル。冷房やったら普通に臭かった。冷房がくせえな。俺も一度はうまい焼肉食べてみたいでゴンスな。お金稼ぐ努力と人気になる努力と面白くなる努力、すべて違う。人気になっただけでそのもっとお金を稼げるかもしれないけど稼げてないって、うん、まあ自分が人気になった時、自分が見られてる理由っていうのがわからないと人気になれるわけないって、ね、人気になってからはさ、うん、でもそれでもそんなキャパっていうか少ないんだよね。だからいつでも多い方を取っていくしかないんだけど、多い方を取っていくってわけじゃなくてっていう、難しいね。有名になりたいわけじゃないんですよね。あんまり有名になってると分かってる風のやつが増えちゃうし、分かってないのになんかベラベラ言うやつも増えるし、
有名になったところでいいことはねあんまりないんですよ、やっぱりね。うん、あとなんか知らないの評論家気取るやつな、え、そんな面白くないと思うなっていうやつ、黙れよってなるじゃん。そんな言われたらはってなるじゃん。もうそんな面白くなくないみたいな言うやついたらさ、腹立つなって思うね。お前の物差しじゃ俺は測れねえだけだよって話なんで、物差しって言ってるわけじゃないけど、なんかそういうのも増えるから、みんなからやっぱね、でも金持ちに好かれる動画っていうのも難しいしね。そんなんいないんでね、金持ちなんか動画見てないんだあいつら。効率中なんで、キモいよな。見ろよ動画、金余ってんだから。なんか効率中だから、前澤さんもね、100万円あげるにしてもなんかその、なんか、あれですね、ああいう有意義な使い方をしようとするんでね、まあ、そういうな効率っていうかね、有意義中なんで、まあ、それはすごいいいことなんですけど、まあ確かにね、賢いなっていうのはあったけどね、そういう、なんだろうな、選考基準っていうのが一つも出てなかったんで、まあそれはね、最初からあれですよね、有意義な使い方をしてくれる人にお金をあげようと思いますって言ったらさ、みんなやらないわけじゃん、みんな無駄遣いしちゃうわけじゃん。俺なんて海賊の指輪20個欲しいもん。海賊の指輪、ドクロの指輪20個全部なんか指に指1本2個ずつつけてね、そういうファッションしたいなって。あとアマゾンのなんかチュッパチャップス300本のやつ欲しいなって思って、あとなんか腕時計を腕に2個ずつつけたいなとか言ったけど、ダメでした。まあ金持ちに金をあげちゃうとこうなっちゃうんだよって言ってる人がいて、だからね、まあ、あいつらが言う面白いと俺が言う面白いは全然違うんで、でもね、金持ちになりたいね。でも金持ちになったところで使うものなんてないよな。イヤホンちょっと買うだけだもん。ちょっと高いねイヤホン買ったりいろいろ買うだけだから、そんなにお金使わないから。だ、賢い人はそこで自分が欲しいものの金額の合計を出すんだろうな。で、どれくらい稼げばいい。それができてないんだろうな、貧乏人の俺たちは。なんとなくお金が欲しいじゃダメだろうって。具体的な目標を掲げなきゃいけないんだろうな。稼いだお金が全部趣味に使えたらな。いいのにね。これが新しいメルティーキッスのあの歌です。新垣結衣さんが、稼いだ金が全部趣味に使えたらないいのにねって、税金も取られないで。でもなんか税金の使い方はやっぱむずいわけじゃん。そんな俺だって国を運営している人だって、国運営するの初めての人ばっかじゃん。コツなんかつかめるわけないんだからさ。でもさすがにそれは違うだろうって使い方いるけどね。政治家とかさ、政治家のね、甘い汁じゃなくて給料をもうちょっと高くして、無駄な使い方をさせなければいいと思うんですよね、そんな。それか給料を安くして、ちょっとなら経費でバンバンやってもいいよ、みたいな。あいつらなんかショッピングとかするんでしょ。狂ってんな。なんか、地球450周分のなんか、やつだっけ。なんかコーヒー代みたいな、ガソリン代みたいなあったりな、そういう人もいるわけで、そういう使い方はさ、なくしてほしいよな。絶対に違うじゃんそれはってのあるじゃん。そういうのはなくせるはずなんですけどね。でも政治がやってるやつなんでね、そんな頭いいやついいのかな。ね、甘い汁吸おうとしてるやつらばっかじゃない。あとさ、天下り職員とかさ、なんで天下れるんだろうね。そんな、わ、足の裏見せちゃったね。メリットなくない、その会社にとって。天下ったところで
金を多めに払わなきゃいけないんだ。でもなんか政治ガチ勢みたいなやつ来てほしいけどね。ね、法律ガチ勢みたいなやつらで作った国会、俺たちが考えた最強の国会っていうのをみんなで作ろうぜな。俺たちが考えた最強の国会って、だってね、なんだっけ、民進党だっけ今のなんか政党は。なんかもう二党制度っていう、まあいろんな政党はあるんだけどさ、与党と野党なわけじゃん。なんかやばいよねあれ、政治になってないっていうかさ、恐ろしいよね。安倍はやめろって言ってさ、なんか自分たちの利益のことしか考えてないんだなって言って、うん、恐ろしい奴らもいるもんですわ。政治の話っていうのはあんましちゃいけないんですけど、うーん、まいん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 、トゥイン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 トゥポジショントークとは、自分の立場、立ち位置に由来して発言を行うことである。転じて自分の立場を利用して自分に有利な状況になるように行う発言のことも指すようになった。だから、そうやって日本はやばいっしょって。安倍さんが何かやってる、そんな見せかけの平和だよって言ったら、じゃあ株売らなきゃ下がるんでしょってなって、株が安くなって、でそこで買って、買い時で買って株が高くなった時に、さらに利益を得ようとするっていう。ので日本はダメでしょみたいなこと言ってるってことか。でその人曰く日本の株価は上がるってことでしょこれから。うっせえ。はい、ということで、あざした。